もし自分の愛する人が二度と目を覚ますことがないと知ったら、あなたならどうしますか？娘さんは脳死状態にある可能性が高いと思われます。透明な愛言葉、脳死と心臓死、どちらの形で命を終えるか選ぶ権利があるということです。この子は生きてます。私の研究では脳からの信号を直接患者さんの筋肉に送って本人の体を動かします。人間の技術が許される範囲っていうものがある。その先には何があるんですか？何を考えてるのか。彼女たちに必要なのは私です。技術の力で体は健康に保たれてる。でももう死んでるんだ。自分が何してるのか分かってるのか。分からせてやるのよ。水穂が死んでるなんてもう誰にも言わせない。あなたと同じ母親なんだから、願いは同じよ。この愛の結末に涙が止まらない。人は二度は死なない。人魚の眠る家。